中京競馬第8競争サラ系3歳以上500万条件牝馬限定戦ダート 1400m 出走馬16頭で争われます。2コーナーの引き込み線からのスタートです。最初は芝の上を少し走ります。枠入りが順調に進んでいます。午後に入って大変いいお天気となってきました。中京競馬場朝方もいいお天気だったんですが、上空雲が覆うシーンが少しありました。スタートしました。ほぼ揃いました。さあ先行争いまだ固まっています。内から押して5番のエイカイマドンナ花に立ちました。2番手に9番ヒルダ、内からは3番ミッキーマドンナダントのコースへ、その内から1番のラガイミルに接近して4番グッドワード、13番ダンスクレイオー、間から10番ハウリング上がっていきます。直後に11番グラスルーナ、半馬身その15番のサダノビアーレ、2馬身サスノッシュ7番東海シュテルン、内から2番のホノカ、外は16番のアポロマーキュリー、1馬身後方14番ラッパーゲイル、1馬身8番レッドリボン、後方3番手12番のサンシャーロットが外並んで、最後方3馬身6番名将若草。3コーナーのカーブに入っています。5番のエイカイマドンナ先頭、リードは首ぐらい、9番ヒルダ2番手並んでいきまして、3、4コーナー中間、10番のハウリングがと迫っていって600を通過、13番ダンスクレイオー4番手、先段4頭固まって、さらに外から16番のアポロマーキュリー進出、内から2番のホノカ、間からは11番グラスルーナ、4コーナーをカーブ直線へ400を切って、エイカイマドンナの外から9番のヒルダ、ヒルダが先頭に立つ、そしてその外からはハウリング、さらに外からサンシャーロットが追い込んでくる。残り200を通過して12番のサンシャーロット先頭、2馬身3馬身突き抜けた、内で9番のヒルダ粘っているが、外から7番の東海シュテルンが追い込んでくる。さらにはその外から8番のレッドリボン、先頭12番のサンシャーロットゴールイン、2番手は8番レッドリボン。その後の3番手争いが16番のアポロマーキュリーと9番のヒルダ。2着争いは混戦となりましたが、外から8番のレッドリボンが2番手は確保、しかし悠々と突き抜けた12番のサンシャーロット快勝です。3番手争いは中16番のアポロマーキュリー、内から9番のヒルダ、この2頭の3番手争いかと思われます。その後ろに7番の東海シュテルン、勝ち時計が1分25秒0、上がり4ハロン50秒5、3ハロン37秒9でした。